はい、どうも、ラルフです。そして、クリッチです。はい、お願いします。本日、イベントの参加していただいたクリッチ君にグローブを紹介してもらおうかなと思います。はい、このグローブ、以前撮影をしたことがあるグローブではあるんですけれども、まさかそのグローブを買ってたんでどういうグローブなのかっていうのを再度紹介していこうかなと思います。紹介の方お願いします。はい、まあ、いろんな動画で結構言い直しね。言い直しです。まあ、言い直し。言い直しです。言い直しですじゃないんだよ。はい。翔平 TV を見て買いました。ラグデリオンの外野仕様です。アトムズグループのグローブですよね。で、こちら、モンタナスポーツのモンタナさんが店舗別注で作ったグローブとなっております。で、革がテラダレザーかな、確か。あ、そうです。でも使用していて、公式用のグローブですよね。はい。で、なんか革の特徴とかっていうのがあったりとかしますか？前も使ってたアンダーアーマーのグローブよりかは結構革の質が良くて、張りもあって、結構触った感じもすごい気持ちいいというか、まあ、結構感覚もいいなと思いました。これちなみにモンタナさん実は左利きなんですよ、あの人。なので左に特化した感じの片付けをしてくれたと思うんですけど、はい、どうですか、取りやすそうですか？そうですね、キャッチボールとかだと取りやすいんですけど、まあちょっと守備だと自分守備が下手くそなんで結構エラーも多いので、まあ、これからもっとこのグローブで守備どんどん上手くなりたいなと思ってます。はい、これグローブ今だいぶ柔らかいですか？最初から柔らかかったですね。モンタナさんが確か湯もみ片付けしたんですよね、あれ。そうそうそう、湯もみだったんですよ。テラダレザーのグローブは湯もみ全然しい革なので、僕もテラダレザー持ってて、それがトレジャーの あれ軟式用で、まあ、今日イベントで使ってたグローブなんですけど、 あれもテラダレザーで、アトムズグループさん、まあ、ジュテリレザー、裏紙レザー、テラダレザーがあるんですけれども、北海道産の和牛の革で、その2つのグローブよりかはどちらかというともちっとした、革に弾力があるって言ったらいいのかな。あんま磨かなくても結構、まあ、ジュテリレザーさんと一緒で革に油が多いかな、グローブしてるのでしっとりしてますよね。はい、しっとりしてます。まだちょっとお手入れ1回しかしてないんで、どういったオイルが合うのかちょっとわからないんで、これからちょっとできたらいいオイルとかも探せればいいかなと思ってます。おすすめしちゃっていいですか？はい、お願いします。ザダックスのオリーブアンジェルス、あれは最初から油分が多いグローブにはすごい浸透性がいくて、オイル自体と油もかなり少ないのでサッと抜けてくれるので、最初のオイルの入ってる革の牛の油存分に活かせるオイルなので、ぜひちょっとあれ使ってみてください。僕もトレジャーの時とかあんまり使わないですけど、ジュテリレザーのグローブの時とかはどちらかというとザダックスを使ってやってるので、このグローブには結構ザダックスのオイルが向いてるんじゃないかなと。でそんなに塗らなくて大丈夫です。基本的にはブラッシングとやればツヤも出やすいグローブなので、綺麗に育ててあげてください。はい、いい色なんで育てやすい、はい、色をしてるグローブなんで、いいグローブ。ありがとうございます。ありがとうございました。続いては破壊王こと今川さんに来ていただきました。内野仕様で紹介したことがある限定品の外野仕様をお持ちだったので紹介してもらおうかなと思います。はい、そのグローブが、はい、こちらです。はい、ジェットプロステです。すごい、プロステ、はい、はい、やってんね、外野用。え、これはお店で売ってたやつですか？はい、大宮の時はスポーツで。あー、マジか。これお値段いくらしたんですか？定価は28ぐらいしたんですけど、なんか 20% ぐらいあれ安くなるじゃないですか。おー、会員証で、はい、で、多分25、3ぐらいで。マジか、これいつ頃買ったんですか？これが半年前ぐらいですね。おー、半年前です。10月、11月、10月。あー、へー、去年の夏の限定モデルだと思うんですよ。あの源田選手モデルとか、その時名前出せなかったですけど、今宮選手モデルとか内野で出てたじゃないですか。それの次外野仕様で、ちょっと僕プロモデルじゃない気がするんですけど、 Z のプロモデルで外野ってあんまりちょっとイメージがなくて、昔だったら赤星選手が Z で外野仕様っていうイメージがあったんですけど、これが多分去年の本来あったらオールスターで使われてたグローブなんじゃないかと。なんかご自身のこだわりとかってありますか？こだわりというか、買う時に気になったのは小指で使えるっていう、まとめで使えるか挟みやすいっていうところと、まあ大きく長いんで、長いですよね。はい、結構大きいの探してたんでちょうどいいなと思って、で色もかっこよかったんで、ちょっと最初値段3万ぐらい、3万近かったんで、どうしようかなと悩んでたら 20% 安くなる、はいはい、あ、じゃあ買いますと。あー、なるほどなるほど、すごい。黒抜けの色なんですけど、ちょっとポケット見せてください。バッシブじゃないですかね、色。確かに色が。オイル何回か多分塗られてます？結構、まあ使うたびではないですけど、結構塗ってます。はい、なんか完成形じゃないですけど、ブロンド系の革って使うとこうなるんだなっていうのは、すごいなんか渋くなってかっこいいなっていう。はい、なのでちょっとこのグローブどんどん使っていってください。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、ということで本日はイベントに参加していただいた、2名のグローブの方を紹介してまいりました。2人とも外野仕様なのでね、左用右用でいろいろあるので、皆さん外野の方はぜひちょっと
こういうのも参考にしていただければなと思います。この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします。それではありがとうございました。ありがとうございました。 OK。はい、こちらをプレゼントいたします。1万人行った時用のプレゼントとしてペサントの内野公式用になります。まあ視聴者の人はね、公式やってるから軟式グローブもらってもしょうがないって人が結構多いと思うんだよね。でしかも僕あえてこれにしたのが、あのカラーリングも高校生使えるカラーリングなので、まああえてこういうのを買ったっていうのもあるっちゃあります。まずは1万人、1万人達成したらそうです、オッケー。この動画なり、まあ、いろんな動画にデサントのグローブ分かるように、デサントのグローブ欲しいです。デサント、まあ、あの今並行してモンタナさんの現代モデルも、まあ、8000人のやつなんですけど、まだモンタナさんの方の登録も終わってはいないので、デサントのグローブ欲しいです、はい、そうです、現代グローブ欲しいです、はい、両方でもいいですよ。そうですね、はい、コメントしてもらえて、はい、でまた1万人達成した時に達成しました動画っていうのも出るとは思うので、はい、まあ、そちらに再度やってもらえるような形です。まあ、常日頃から見ていただいて、そうです、はい、いつ発表するか分かんないですよ。そうですね、いつ1万人いつ1万人いくか分かんないんで、僕らのインスタとかツイッターもね、はい、結構いろんな情報、裏情報とか、はい、突然ゲリラプレゼント企画やっちゃうと思うんでね、はい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 、あの登録しておいてもらえれば、はい、いいかなと思います。そうです、お願いします、はい、革自体もいいグローブなので、今回もね、あの前回も僕は高校生向けなプレゼントだったので、今回もちょっと高校生とかぜひ、たくさんの応募お待ちしております。はい、現在翔平 TV プレゼント企画開催しております。モンタナスポーツのインスタフォロワー3000人達成で現代モデル軟式をプレゼント。現在チャンネル登録者数9000人突破、皆さん本当にありがとうございます。まだまだこれからですが、1万人を目指して頑張っていきます。1万人達成したらさらにプレゼント企画を開催します。皆さんの応援よろしくお願いします。ありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございました。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。